おはようございますえー、恒例の矢沢永吉 EP 版紹介のお時間でございます。今日はですね矢沢永吉が著書「成り上がり」の中でちょっと怒っていた EP 版ですね。まあ他にもあるんですけど。 あのー、この EP 版はですね4曲入りなんですよね。で普通、あのー、A 面1曲 B 面1曲が普通なんですよ。で A ちゃんが成り上がりの中で何を起こっていたかというと前に出たシングルを。 組み合わせを変えてあたかも新しく出たような感じでリリースするそれはねちょっとファンへの裏切り行為じゃないかとまあみたいなことをですね成り上がりで書いておりましたえー、ですからこのシングル曲もですね、まあ、過去に出た EP 版の組み合わせを変えて出されたとということです、ね、まあ当時はですねえー、まあフィリップス日本ホノグラムですねえー、在籍しておりましたけども、まあ、組み合わせを変えてということであれば、まあ、これもそうなんですよね。 もともとは「ルイジアンナヘイタクシー」は別々の EP 版だったんですが、まあ、組み合わせを変えて新たにリリースされたということです。まあ「成り上がり」とかですね、えー、吉田拓郎のラジオにね「A ちゃん」出たことがあるんですけどもその中でもですねちょっと、まあ、こういうリリースの仕方はどうかなと。 いうことでね。あのー、話をしていました。まあ、私はですね。まあ、もちろん確信して買ったんですけど。ね、えー、前に出ていた。でも。まあ、買いました <laughs> ね、えー、別にあのレコード会社のね。思惑にはまったわけではありません。まあ、買ったという点では思惑にね。はまったんでしょうけど。 えー、でですね「涙のテディー・ボーイ」作詞作曲は矢沢永吉ね珍しいですねでこの「涙のテディー・ボーイ」のアレンジがですね王の勝夫ですねえー、元スパイダースのオルガンスチールギター担当で まあスパイダース解散した後は澤田賢治のバックでね演奏し「勝手にしやがれ」等の大ヒット曲を生んでおります。え涙のテディーボーイねまあラブソングですね。えまあこういう感じのね詞になってますけども。 あのー、非常にねロマンチックな詩です。あのーカモンベイビーっていうね曲があるんですがあれはですねもうミンクのコート好きなものを買ってやるぞみたいなねノリノリの歌ですけど、まあ、こっちのラブソングはですね非常にロマンチックです。 雪の世界の恋だから」とかね、えー「吹雪の夜に抱きしめたあのぬくもり」とかですねまあ非常にねロマンチックな内容になっておりますまあキャロルを代表する曲「ファンキー・モンキー・ベイビー」もね収められていますけどもまあ4曲入りということで 800 600円円高めででですすすねねこちらはです、ね、600円ですまあ過去に出された曲をですね組み合わせを書いてまたリリース、まあ、これはということで A ちゃんもねダメなんじゃないのと言っていたいわくつき。 フィリップレコードから出された一応 EP 版ですえまた中身をちょっとね見ますとまあこういうね袋に入ってましてまあ A 面に2曲「ルイジアンナ」「涙のテディーボーイ」「サイド 2B 面に ファンキーモンキキーーーモベイビ万覚ロックのテーマということですが、えー、ちなみに「ファンキー・モンキー・ベイビー」はシングル版で出された時には、まあ、当時ロックの曲としては異例のですね30万枚の成立があったというですね大ヒット曲でございます。 ということで今日は EP 版紹介キャロルの時代の EP 版紹介ということでね紹介させていただきましたロッケンロールでは皆さんまた次回お会いしましょう